お疲れ様です。山田ジャックです。<coughs> 始まりました。えー、ね、一週間の。 お待たせでしょう。<laughs> お待たせでしょうって強気やな。えー、みんな聞いてくれてますかえー、ね、お仕事お疲れ様でした。お仕事しながらでも、えー、ね、家事、お疲れ様でした。家事しながらでもね、えー、ちょっと聞いていただきたいなと思います。サンセットアワーの皆様お疲れ様でした。えー、金木犀の香りがね、え、タカちゃんが、えー、初めて、あの、匂ってね、秋を感じたって、もう、お男、だからあんまり肌に関心ないからかな。 僕、金木星のね、に、えー、い、わからないですわ、もうほんまに情緒がない男ですね、ほんまもう、ダメですわ、全然、多分嗅いでるんでしょうけど、わからないですね、その代わり、あの銀んはめちゃ匂いますよ、<laughs> もう、あのね、千、えー、北一号線っていうところをね、僕、ようバイクで走るんですけども、もう、プンプンもう、ファンファンみたいな感じで、鼻の穴に。 あの、銀杏の独特のあの匂いね。えー、あのやばいやつ。<laughs> あれがブワーってね、香るんですね。一瞬、うわーって、うんってなるんですけど、あれね、食べ、あの、あの、い匂いもね、なんかやっぱりいいですよ。まあ、一年にこの季節にね、あの匂い嗅いだら、なんかね、あの、ああの、で、それこそ秋やなーとかね、えー、ちょっとなんか、秋の人恋しさといい、なんか、 ね、感じさせられるね、えー、季節感出ますけどもね。えー、でも、花の匂いをね、こう、金木犀の匂いが、あのね、漂ってきましたね、とか、なんかちょっとこう、そういうことをね、えー、言うてみたい年頃ではあるんですけどもね。なんかええやんね、そんな、こう、あの、お、っさんがね、それを言うと、のおっさんがね、それを言うと、あ、このおっさんちょっと一味違うな、みたいなね。 えー、ちょっとあの、うん、そういうかげる、金木犀の匂いをかげる男でありたいな、でもね、俺の、まあ、悲しいかな、俺の周りのね、まああの、おかんもそんなに花、むちゃくちゃ好きでもなかったしね、まああのえー、ベランダとかにね、あの花はそ育ててましたけど、昔は。あの ねえー、あとお付,き合うお付き合いする女性とか、そうやな、うん、あんまりそのははお、おばあちゃんをね、記憶をたどれば、おばあちゃんはすごく花を愛する人でしたけども、それ以外にね、結構花を愛する人と僕は巡り合ってなくて、今なんか特にね、 あの、さとみちゃんもそうやし、筆頭に、えー、鼻毛のクソババアと、<laughs> ごめんごめん、つい本音が <laughs>、クソとか言うとあかんね、これね、公共の電波でね、あの、ついつい、あの、ちょっと日頃思ってることが出てしまいました鼻毛のバ,ババアもこれ、鼻毛のね、えー、おばちゃんもね、えー、<coughs> もう全く花には、えー、興味ないというかね、縁がない人なんでね、 まああの、そんなことないわ。うちは、花結構詳しいしな、とかね、あの、言うんですけどね、きっとね。あの、多分あ,あの、ババアはね、あの、ツイッターとかでは、あの、番長ずらしてますからね、ええ格好してますから、えーああの、金木犀の匂い、ええー、ね、匂ってきたな、とかね、書きたがるやつなんですよ。<laughs> だけど、あの、あれですよ。絶対興味ないですからね。 全く育てたこともないですからね、えー、もうあの人のツイッターは本当にもうあのちょっとねあの何て言うんですか記者会見してね謝罪してもらわなあかんレベルで。 嘘ばっかり書いてますからね。あの <laughs>、もう、わ、俺、ワロタンがね、あの、バンちゃん、バンチャンネルさんがね、なんやったかな、なんか、いちかなんかのジャムを、なんか、番組で作って、バンチャンネル、あのね、バンバフミオさんの息子さんとバンバフミオさんがやってる番組なんですけど、多分、それでね、一ちのジャムかなんかをね、えー、あの、作って美味しかったわ、みたいなことをツイートしてたんですよ。まあ、バンバ一家といえば、まあまあ、おしゃれやしね。 なんかそういうい季節の情緒を、ね、感じる家族ですから、えー、バンんー文夫さんの一家はね、ああ、そりゃもう季節のいちじくのジャムとか作って、それを、ねえー、食べて、なんていうんですかね、あのあ、おしゃれやなみたいな、そういう家族ですから。 それにね、また対抗してね、鼻毛のクソ、あ、まだクソ言うてもっとあかん。ババアはですね、あの、ツイッターで、ね、うちも作ってみよう、言うてね、こう、リツイート、え、ね、返信しとるんですよ。嘘つけと絶対作らんやんけどそんなもう、手間かかるね、一軸かなんかをね、もう潰してジャムにする。そんな手間のかかること、あのババアがするはずないんですよ。 でもツイッター上ではね、そのいちのジャム美味しかったわ、みたいなね、ちょっとなんかこう、趣あるやんか。イチゴジャム作ったわけじゃないし、なんかこう、イチジクをジャムにするってあえてね、ああ、なんかこう、ね、いいなーっていうのをね、それに乗っかってね、ああ、美味しそう、私も作って、作り、作ってみたいなーとかってわかりますよ。作ります、みたいなことをつぶやいてたんですよ。作れーんって <laughs> もう何べも <laughs>。 もうのっけからこうもうもう俺が、ね、俺はね、花毛のバ,バアに、あのね、こう日頃抱いてる、このなんてイライラというかね、あのこいつ、ほんまに作ってるわ、ああいうね、やってるわみたいなのがねあの、あるんでねあの、もう止まらなくなってきますので、ごめんなさいね、えーはい、10月17日。えー ちょっと番組しょっぱなから、ちょっとね、えー、あの、<laughs> えー、ちょっと、えー <laughs> ね、あの、あれですね、感情をあらわにしてしまいましたけども、あのー、ね、えー、今週いろいろイベントがありまして、イベントのね、えー、レポートもね、今日は喋ろうかなと思ってるんですけどもね、やっぱりこの、えー、台風のね、被害すごかったでしょう。ね大きな台風来まして。 えー、あれでね、まあそのいろんな。 あの政治家がいろんな発言してね、えー、まずまずのとかね、なんかそんなこう言うたりしてね、えー、批判、非難受けてますけど、まあまあ、このラジオでは、このラジオでもね、あまりにもこのなんていうんですかね、えー、お見舞い申し上げます的な番組になってしまうとね、えー、もうだからちょっと明るくしようと、明るくもう鼻っからもうね、あのー、明るく社協は喋ろうと番組を作っていこうと。 えー、そういうふうにね、スパワールドでもね、台風の日、えーね、12、13かね、うん、12, 12日、あのー、まあ、言うたら一、一番すごかった、あのー、だんだんこう日本列島に来たよっていう時にですよ、あのー、いろんな施設がね、 休園、えー、とか、えー、お休みする中、やっぱりこのねさすがですよあの、スパワールドという、あのーね、西成の,あの要塞だけは営業してまして、ですね結構、あのーえーまあ、お客さんも、ね、やっぱり台風のさなかに、あのー、来られてであの、聞いたんですよね。あのー どうですあの、台風の影響、あの、大阪以外からあの来られてる方、おられるんですかっ言うたら、やっぱりあのー、ね、えー <coughs>、まさに千葉、千葉ってすごく大変やったとこじゃないですか、結果的に。ね、えー、千葉の方がね、避難じゃないけども、まあまあ、 あのー、こっちにね、来られとって心配ですとか、あのー、連絡を取ってるんですけども、あのー、やっぱりこう、すごく風がすごいとかね、ちょっと、えー、被害が、その方はね、スパワードに来てたお客さんは、実家の方がちょっと被害があったみたいでね、えー、ちょっとしょんぼりしてましたから、あのー、ほんまに今日はね、ちょっと、あのー、明るく楽しくすねすることしか僕はできませんけどもって言って、えー、あのー スパワールド頑張ってお笑いしましたけどね、えー、そしてなんか、まあまあ14、14日の日もね、台風が明けてからですね、えー、スパワールドがあったんですけど、やっぱり、あのー、ね、えー、大変やったみたいなね、やっぱりこう、そういう声も聞きましたしね、あとなんかね、えー、関東、12日の台風の日ですか。あのー 関東のね、人が、えー、沖縄に旅行行くやつやったんですけど、飛行機が飛べへんということで、大阪で立ち往生してましてですね。ほんで、スパワールドに来てた、と。そういう、なんか、もっとどっか、なんか違うところに行くんやけども、飛行機が飛ばないんで、 えー、とりあえず、多分関空か、伊丹かな関、その辺で、まあまあ、立ち往生してるんで、もう大阪にちょっとね、足止め食らったみたいな人が結構、スパワールドにたくさんね、来られてまして、えーあのー、大変ですねっていうね、話はね、えーまあ、今、今この瞬間はですね、えー、ちょっとこのロウリュで汗をバッとかいてね。 こうお笑い楽しんでくださいねっていうことではやったんですけどね、うんえーまあ、大変やったと思,思います、えー、山田ジャック的にもね、えー、そうですね、あのー、あま楽しみ、まあ、自分山田ジャックが参加するわけじゃないんですけどまあまあ大きく言えば参加なんですけども、あのー、毎年ね、えーか あの、カマソニック、を言うてね。あの、鎌サ崎ソニック、を言うて、こうお、お祭りっていうか、うん、夏に行われるね、鎌サ崎夏祭りとはまた別のね、えー、あの、鎌ケ崎ソニック、カマソニー、言うてね、かっこいいでしょうん。まあ、あの、音楽のね、アーティストさんが結構来られて、えーほ、ほんまにこう、夏フェスのなんかね、 ノリで行う二日間にわたって行われる予定でね。で、12、13と今年はね、行われるはずだったんですけども、12がね、もうさすがにもうこれは中止しましょうということで、えー、中止になりまして。で、13日はもうね、結構朝が、朝方は結構まだ風吹いてましたけど、 釜ヶ崎ソニック始まるお昼のね、えー、1時、1時からやったんですけどね、えー、そこにはもう結構、はらッと晴れてましてね、釜、えー、ヶ崎祭りの,その行われる会場であるあの三角西成の三角公園はね、結構足場が悪いんですけども、もうそれも結構まあまあ乾いてましてね、もう昨夜はすごく嵐やったのに。 もうなんか、ほんまに一日たてば、なんかいつもと変わらんな、みたいな感じになってましてですね。で、まあ、それは駆けつけて行ったんですけどね、山田ジャック一座で、えー、行ってきたんですけども、あのー、まあ、楽しい、やっぱりこう、ねあまあ、あのー、台風のことでね、まあ、12日はあの中止になったんで、 えーまあ、お見舞い申し上げますというのもあったんですけどもまあそのほかはね、えー、もういつもと変わらぬ鎌ヶ崎三角公園で行われるやばいね、えー、イベントやったなと、えー、楽しみましたよ。うん、で まあまああのね夏祭り言うたらこう相撲大会やね、えー、もうスイカ割りや綱引きとかそういうのがあるんですけども,もうこうカマソニックは本当にこの夏フェスのノリというかそのね、えー、音楽中心のイベントなんですね。でまあまあいろんなあのー、ね、えー、日本中のアーティストさんがよ、えー、りすぐりのね よ、えー、りすぐりのですよアーティストさんが、えー、来られまして、うん、で僕らちょっと遅れていったんですけどね、えーあのー、ま,にまあまあ余裕で間に合ってで、えー、あのねちょっとまあまあいろいろあってねちょ花毛のおばちゃんがね洗濯機壊れた言い出してね <laughs> まあまあ その洗濯機を、あの、里美がね、ああいうとこね、自分の彼女ながら、里美優しいな思うんですけど、もう俺なんか花毛のババアが洗濯機壊れた、言ったら、ああ、そうか、みたいなね、知るか、いうノリなんですけどね。あの、まあ、ヤンキー気質のね、里美ちゃんは、えーな、なんとかしたろ、みたいなのがあって、こう、ジモ、ジモティね、安くでも花毛のババアは金ないから、あの、そんな新品とか、買われへんからね、 えー、ジモティでねあのこう、安い洗濯機を探してね、あ、えー、げててで、それがまあまあ、あのー、僕、あのジモティってあれ結構役立つんですね、あのアプリね、えー、僕も、あのー、今、里美と一緒に住んでるんですけども、そのえー、部屋の、ね、家,具家具っていうか、洗濯機、冷蔵庫、そやな、こたつ。 えー、あとテレビ台とか、あとなんや炊飯器とか、その辺ね、全部ジモティで揃えたんですよ、あのーえー、それこそ、だえー、なんやろね、あの台所のちょっと敷物とかね、えー、ほとんどただでねもう、今言ったやつで、まあまあ、あのお礼みたいな、そういうちょっとしたお金はやり取りするんですけど、それも、えー、とね、えと、ー、ね、 洗濯機、冷蔵庫、こたつ、で、テレビ台、で、炊飯器、あと何や、あの、その、ちょっとした敷物とかね、えー、そういうのが全部で2万弱やった。1万9千何歩とかでね、全部揃えたんですよね。えー、だから、こう、その間にまあ、地モ地元って言って、その地元でね、えー、出してる、 もういらんようになったやつを、こう、安くまあ、ただとか安くとかね、そんなんで、こう出してるんですけども、えー、連絡して、まあ自分で取りに行かなあかんからね、えー、経営を借りてですね、うん、で、経営で、そういう運んだんですよね、僕の場合は。うん、で、まあまあ、おばちゃんの場合は洗濯機だけやったんで、えー、西なのね、うん、あのー、 ほん,ほんまはもう、西成りづいてんな思った西成りの民泊さんがね、もうちょっとなんか、あのー、業務を縮小するかなんかでね、あのー、使ってた洗濯機が、あのー、出てたんですよね、地元でね。えー、ほんで、まあまあ、ちゃんとしたきれい、まだ、まだ、えー、ななんや、3回程度しか使ってへん言うてね。うん。で、それがまあまあ安く出てたんです。 で、取りに来てくれる方、て、で、連絡ついたら、取りに行く、言ってね、あの、ちょっと、ま、まずでもね、あの、もう、あの、どんなんかちょっとほんまに動くんかとか、綺麗なんかとか、それはやっぱり、こう、アプリの情報ではわからないんで、えー、ちょっと見,見に行かせてください、いうのがあってね。で、それがたまたま、その、13日の鎌ヶ崎に、 えー、カマソニックの日と重なってまして、えー、先にその西成のね、えー、民泊さんに冷蔵、冷蔵庫ちゃんは洗濯機見に行くぞー言うてね、で、まあまあ、行、えー、きまして、それの終わりで、えー、あのーまあまあえー、結,果結果的にはええー、洗濯機やったみたいなんですけどね、でだから皆さん,、ねうん、あれですよ、ジモティ結構ね、あれですよ、使えますよ、あのアプリはね。うん で、ですね、その、まあまあ、これで買います、言うて、その、その足で、じゃあ、マソそに行こうか、って。でもね、ちょっと、お腹減ってったんですよね、まだひ、あの、昼やから。あお腹減ってんなー、思って。で、まあ、その、なんやろうね、ええー、<laughs> あの、まあ、言う,言うたら、その、 そないそない、おっちゃんがね、花毛のおっちゃんが腹減ったで。俺も腹減ってたんですよ。で、で花毛のおばちゃん、まあまあ腹減ってるんかな。里見あんまり減ってないみたいなね。そんなノリで。うん。で、もうね、あの、もうは、はあの、俺、その4人で遊ぶ場合は、もう、もうね、俺以外ね、もう偏食なんですよ。むちゃくちゃわがまま。あのー、 もう、あの、何や、何食べられへん。もうさ、あの、とみの場合はラーメンが嫌いなんですね。あと、牛肉が嫌いなんですね。えー、で、あの、そので、おっちゃんはもう、もう、ラーメンとかじゃなしに、もう麺類があんまり食べたくない。ね。えー、で、鼻毛のババアはですね、もう鶏肉がダメ。えー、ね。もう、ね。もう、ホルモンがダメ。 ね、えー、西成行っててね、もう何食うねんっていう、もうほんま、大体いいこの、あの、メンツでね、ご飯食べに行こうか言ったら、王将かね、あの、えー、回転ず司になるんですよ。もうこの2択、あとほんで、えーあの、たまに、えー、ちょっと値段は高いんですけど、あのー、ね <coughs> あの、スパゲティあるでしょ、ジョディーパスタか。 ジュディパスタこの3択になるんですよ、絶対。もう、ご飯食べようかなんぞええもん食べようかな、ね、何かええもん食べたいな、言うても、結,結,結果的には結論この3択なんですよ、絶対ね。いや、でも全然僕はその3択好きですから、あの、 僕は好き嫌いないんであの、全然食べれるんですけどね、まあ、何しよう、何食べたいな、あれ食べたいなって言いつつも、結局、あっこ行ってみようか、いや、あそこ何々が私食べられへんわ、今食べたくないわ、もう昼からしゃぶしゃぶなんかいらんわ、もうみたいな、そんなんがこうなって、え結局結果的に、えー、回転寿司か、えーね、ジョディーパスタあ、ね、あのになるんですよね。うん あのー、もう、王将かー、言ってね。<laughs> もうそ、それ、もうけ、結局、こ、この三、三択しかないやんってね、いつも思ってるんですけども。で、で、その日はなんかその三択、いつもその三択はちょっと嫌やなー、言ってね。なんかちょっと冒険しようかー、言ってね。でも、あのー、まあ、言うたら、そのー、ね、 十二日やったんかな十三日か、十三日ね。あの、嫌らしい,いやらしい、その、えー、山田ジャック的にも、その、なんていうかな。あんまり、その、あの、お金をね、使いたくないし。で、花毛の、あの、花毛のとこも、なんか、えー、ね、ちょっとこう、 今月苦しいみたいなんで、あんまりお金かけたくなり、もうやらしい話やな、これね。で、あの、でもなんか食べに行きたいみたいなね。えー、なんかそんなんで。で、でもう、もう、西成のね、ちょうど三角公園行くんやから、もうその、ホルモン、ホルモン焼きとか、もうその、なんていうんですかもう、もう、ほんまにバラバラやから、みんなが食べるもんが。 だから、あの、もう、玉手で,で、<laughs> スーパー玉手で,でね、いろんなおにぎりやら、なんやら、ね、買って、それで三角公園で食べたらええやんっていう、ものすごいもう、あのね、その辺に住んでる人か、いう同じ発想になりましてね <laughs>。西成の三角公園でね、あの、玉手の弁当を広げて食べてる、で、その手の人は多いですからね。まあまあ、僕らもとうとうその、 ね、段階に来たなと思ってるんですけどもほん <laughs> であのー、でもね、えー、唯一その僕あんまりおで,おでんが食べたいなでもおでんあんまり僕好きじゃないんですよね僕ね変わっててね結構みんなが好きな肉じゃがとかねおでんとかねあんまり苦手なんですよあの好き嫌いないんであの嫌いじゃないんですけどあえて自分から一人からは何て言うかな、ね、食べようとしないメニューなんですけどもね ただその西成の、ええー、あの、ちょっと名前、僕わからないんですけども、ええー、土日祝日だけね、ええー、営業しているというね、ええー、あの、あれはどこかな、あの、本当に、ええー、大使町の交差点からちょっとまっすぐ進んで、ええー、商店街、今、ええー、あんな、なんとか商店街な。 えー、商店街の手前にある、あのー、ちょっとほんまに好き、あのー、本当に今わかりにくい路地裏でやってるおでん屋さんがね、えー、あって、そこが美味しいんですよね。うん。そこのおでんの濃い味のめっちゃ不安で僕は。もうそのおでんがちょっと今日は食べたいってね。えー、で、行きまして。 うんのおでん、こう、一個百円なんですよ。もう、めちゃめちゃ、グツ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 煮てあって、めっちゃうまいね。もう、大根うまいし、もう、牛すじめっちゃうまいんですよね。えー、で、それを、こう、千円分。で、これ、これ、また、花毛のおばちゃんとね、あの、俺らのね、あの、この、なんていういやらしい、ってこと千円分、誰が払うでんっていうね。 いやらしいジャブの打ち合いみたいなね。えー、最初俺らが並んでんねんけど、その後に花毛のおばちゃんが並んでね。この流れやったらお同じ家族というか同じチームやからね。あの、 もう、お会計一緒にしてっていう流れになります、みたいなね。それ分かってるから、あ、これ、この <laughs>、状態やったら俺も払わなあかんな、みたいな。でも、嫌や,やなみたいな。なんで、うちはね、あのー、家元制度ですから、あのー、師匠と遊ぶときは、弟子が、え、払ってもらうということをルールづけてますんで、え、でも、花毛のおばちゃんは、金を出したくない、みたいなね。なんか、その、なんか、ジャブの、無言のジャブの打ち合いみたいなのがあって、えー、 まあ結果的にはね、花毛のおばちゃんがもう、まあーみたいな感じで出してましたけどね。<laughs> まあ、何回言うてもね、そういう最後は出してくれるところがね、あのまあまあ、面白いいい弟子やなと思ってるんですけどね。で、えー、それのおでん、まずおでんをね、えー、こう確保、確保しましてね。で、まあ、これ、美味しいんですよ、これ。 で、まあまあ、僕はおでんだけやったら腹減るっていうんで、その先ほども言った玉でね、えー、もうおにぎり <laughs> <laughs> とか、こう、もうそのおで,おでんを、えー、おかずにおにぎりで、えー、三角公園で弁当をバー広げて食べたらええやんという、もうまさにもう、えー、もうね、えー、そのそ、ほんまにもうその辺で住んでる人かっていうね、えー、あの、 ノリ <laughs> になってしまいまして。でも美味しかったですよ。天気も良かったです,ですしね。えー、舞台の上でこう音楽、ね、ミュージシャンが規、え、制、ー、を発しながら音楽をね、えー、やってる中、ほんまにこうお弁当を広げてね、えー、パック、紙パあのビニールパックのお,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 、ね、おむすび、おにぎりを食べながら、おでんつつきながら、ね。うん えへなんだ、たた、そしてもね、そう、そういう、その、食事って言うとはおかしいですけど、これ、ま僕、ネタにして喋ってるけど、ほんまに僕ね、そういうのが一番好きな、美味しいし、美味しいし、ほんまに好きなんですよ。こう、なんていうの、あえて、そんな、ね、感じで食べてみました、みたいな、風に喋り出したら、まあまあ、 なんやろうねえー、あの、なんやろね、えー、そういう風にも聞こえるんでしょうけど、あの、本当にね、山田尺、好んで自ら、えー、そういう食べ物というか、その食べ方というか、えー、そうなんのが本当に一番本間は好きなんでね、僕はもうありがたかったというか、美味しく、えー、お昼ご飯をね、えー、食べれたんですけどね。うん。まあ、美味しかったわ、このおでんが。 あ,まあ土日祝しかやってへんねんけど、あの、牛すじうまいわ、まあ、あの、あの味の、ね、あの、コンビニのおでんとかはね、まあさ、大人になってから食べれるようになったんですけど、あのー、あんまり好きはないんですね。僕はやっぱりこの、なんていうかね、えー、缶と炊きみたいな感じの、えー、濃いね、あの、醤油色の、 グツグツグツっていう、あの、透き通った出汁のおでんはあんまり、あんまりなんかこう味わいないな、あれな。やっぱ濃いなんかこう、醤油絡みのグツグツグツって煮込んだ。うん。 あのおでんにそそられるね、えー、ぜひぜひあのー、西成のそのおでん屋さんにもね行って、えー、皆さんも味わって三角公園で、えーね、こう広げて食べるのが、あのー、まだこれからのちょっと寒ブなってきましたけどねちょっと違うだいぶかまだそういう食べ方ありだと思うんでねうん、えー、ぜひし,、えー、してみたらいいんじゃないでしょうかと、えー、思うんですけども <coughs> はいえー、27分、えー、あもうね、いい感じに、えー、こう毎回毎回ね、俺、いろんな人からね、ようしゃべるなと、あのよう1時間、なんか、まあまあ褒められるというか、そのやっぱりその、あの 一時間こう耐えずね、よう喋ってるなーってね、言われるんですよ。もう、あのー、ほとんど、もうほとんどが、なんていうんですか、みんな、すごいなーとか、あのー、感心してくれるんですけど、まあ、唯一、さとみちゃんだけ、さとみだけが、えーとか、えーとか、えー、とかうーんーとか、あのー、僕が喋り出しの時にね、えーって、こう、まあまあ、間を取る、それがなんか、えらいね、気に食わんらしくて、えーとか。 あーとかしか言うてへんやんけ、言うてね、嫌味を言うんですけども、えー、他の人たちは結構ね、あのー、まめなく、えー、すごいなと、あよう喋ってるなというね、えー、褒めてくれるんですよ。で、この前もちょっとあるお店で、えー、女性の方がね、あ、昨日かな、えー、ある女性の方がね、え金、ー、あのー、一度なんかまあまあお会いしてたことがあったらしくて、えー あのラジオをね、えーあのー、やるその時ちょうどやり始めの頃かな今やってますんで聞いてくださいよって宣伝して「じゃあ聴きます」言うてねでそっからは会ってなかったんですけども昨日あのー、お店で声かけられまして「もしかしたらあの芸人さんのね、えー、ラジオ岸和田でやってはる芸人さんやったんちゃいます?」って、まあ、僕 金髪に今してるんでね、ちょっとあの、わからなかったみたいで。あでそうですよって、よう覚えてくれてましたね。私、あのー、お兄さんがね、ジャックさんがその宣伝してくれたから、ほんまに、あれから、えー、ちょっと、ちょっとの間聞いてたんですよ。言うてね、やっぱりこう、えー、ほんまに喋りだけなんですね。言うてびっくりされてね。いや、面白かったし、あの、すごく、仕事、まだその方は仕事の時間帯らしくてね、この時間。 えー、仕事をしながら、ふわーっとね、ゆるーく聞けて、いい感じでしたー、言うてね、えー、あのー、言うてくれまして。そんな感じでね、こう、徐々に徐々にね、えー、本当に広まっていったらね、いいなーとね、えー、思ってるんですけども、あのー、<laughs> ほんまにね、それをこの、みんな、だから、あの、みんなね、よう喋る、言ったらおかしいけど、そういう風に、 言ってくるんですけど実はね僕ほんまはねめっちゃ喋らないんですよ <laughs> ほんまにあのもう家ではね本当におとなしいしねあの今度からね11月からあのこのラジオ岸和田でねあの放送開始する釜玉うどんさん のお店とかでね、えー、僕よく常連で行ってるんですけども、えー、そのかまたまうどんさんのお店でも、僕はあんまりそんなキャッキャー喋る方じゃないし、えー、ね、あの、こう、なんていうんですかし、死になって、えー、こうみんなをこう、笑わすとかね、えーまあ、そういうポジションじゃないんですよ。もう本当に言った、ほんまにこう、あの、 フラッと言ってねもう本当にその普段普段着ってったらおかしいけどあのもう声のトーンも別に張りもなく普通にねえー、プライベートですからまあまあでもねもうほんま永遠の <laughs> そこでの,あのそのお店での友達のねえー、慎吾さんっていう人とあとバタヤンっていうね、えー、人とそのお店で釜玉うどんさんのお店で 飲まない、え、アルコールを飲まない、お酒を飲まない、三人、ね、おっさん三人ですよ。<laughs> ソフトドリンク、ね、あの、カフェバーって書いてるから、えー、カフェの部分だけで反応して僕らは入ってるんでね。えー、で、まあまあ、まあ飲まないんから、あの、そんなにテンションも高くないし、普通に喫茶店感覚で僕はその時は喋ってるんでね、えー、あの、おとなしくと言いますか、 つつましやかに、えー、いてるんですけどもまあバーと捉えて入ってくる方がいますんでね <laughs> 当たり前やで、ね、バーやねんから <laughs> でもバーバーだけと思ってね入ってきてはる人はまああのー、やっぱり僕これ永遠のテーマですね僕のあのほんま酒のみとは気合わんわ <laughs> ほんま <laughs> あのー、なんやろうね。気、気使う。あと、酒飲みは気使えへんやん。その、気使ってんかもしれんけど、その、酔ってるからもうね、偉そうになるしね、なんか、<laughs> もう、ね、<laughs> 同じ話するしね、<laughs> まあ、あのー、もう聞いたわ、この前思いながらね。ね で、なんや、ま、え、偉そうやし、こう、なんかもう、ねまあ、普段ええ人やねんけどね、ええ人で。この普段ええ人というのはミソやね。ほんまに、あんまりそのお酒入ってへん時に、えー、喋る分にはすごくいい紳士やったりとかで、なんやったらもう友達にぐらいになって、えー、ね、あのー、 まあええー、わ、この人ええー、わ、こんなお,お,お,おっさんちがねええー、わーと思ってる人でも結構ベロベロで入ってきたらめんどくさいんですよ。<laughs> もう、こっちは飲んでへんから、あもうしらふやからね、あのー、こう、絡まれたりとかしたらね、もう。 いちいちなんで俺、自分でプライベートでお金払ってきてんのに、ね、こんな酔っ払いに絡まらなあかんねんというね、この腹立つイライラが出てきますからね、もう、<laughs> それやったら、もう、バーに行くなっていうのがね、もう皆さんのお声やと思うんですけども、えー、こうね、僕らはカフェ、カフェとして捉えてるんで、えー、もうね、あのー、行くんですよね。えー まあでもこう、ね、あの、<laughs> 酒飲みとは、やっぱり僕はあいへんわ <laughs>、思ってね、あの、えー、に、まあ、改めてね、思ったりとか、するんですね。<laughs> なんでそんなこう、テンション高いからブワッと入ってきて、ブワッと喋るわけですよ、お酒飲みの方って。 ね、ま,まあまあまあ、口調が偉そう。僕、偉そうなやつ、むっちゃ嫌いですから、その、うん、ね、おいジャック、じゃあみたいな感じでね、えー、言われたら、何やねんと、うん。まず、そっからやろってね、思ってしまいますんで。<laughs> ね、えー、普通に、普通に喋れたらなと思ってんですがやっぱ、まあ、まあまあ、まあまあ、でもね、わかってますよ。お酒飲むとこやから、もうそんなんも、えー、もう、 えね、分かった上で文句ちょっとね、えー、こう自分のラジオなんでちょっとねこの場だけでもちょっとなんか嫌ごと言わせてくださいよっていうね、えー、ことですよ、うんえー、そしてですね、えー、いやーでもねあのー、あ、そうか今日は皆さん、あのー、お気づきですか生放送ですよ皆さんええー、ね えー、あなんかメッセージ来てくれてますね。あ、尿送水、和歌山の大怪獣、尿送水ね、えー、今週は聞いてるからねってね、えー、言うてくれてますね、えー。起きてたんでしょうね。<laughs> 寝てるか起きてるか、ね、ですから <laughs> 起きてたんやな、きっとね。えー、くれてますね。<laughs> えー ずーっと思わずこうノリで喋っとったらねあのー、え生なんかなみたいなねえー、ことをこう言われたりするんでねえー、<coughs> ああ4あそうですはい連邦の白っぽいのさん、えー、いつもありがとうございます、えー、ジャックさん こんばんは、えー。今日も楽しい花毛のおばちゃん情報よろしくお願いします。連邦ポっぽいのさんはほんま、花毛のおばちゃん情報を欲してますよね。<laughs> えー、えー、えー、三、え、崎、ー、公園の闇営業 <laughs>、えー。バイク通勤なのですかいやー、さすがに。えー、バイクではね、えー、行けないですね。うん。遠いですよ。 えー、バイクでね、僕、えー、堺の、まあまあ、厳密に言うたら、まあ、あの白ぎっていうね、えー、皆さん、こんなローカルの駅知らんでしょう、堺市の白鷺でね、でね、大阪府立大学がある駅なんですけどもね、えー、その周辺に住んでるんですけども。 ええー、その、三崎公園に行くにはそ、その、僕の沿線ではないんですよね。南海高野線っていうのが僕の沿線なんで、えー、そっからね、南海本線の方にね、えー、行かないとダメなんですよ。そうするには、一旦ね、一旦その南波方向の天ヶ茶屋まで行って、天ヶ茶屋で乗り換えて、えー、南海本線にね、えー、乗って、 えー、そ,その三崎公園駅まで行かなあかんのでこうなんでわざわざこの北の方にね南の方に一遍出るんそっからまた、えー、下っていくっていうね南に、えー、それぐらいなんかちょ,ちょっとこう,う遠いんですよねだから僕は、えー、今、えー、ちょっとでもこのゆっくり朝したいから、えー、バイクでですねあのーうん その南海本線の方の堺駅っていうね、えー、僕の住んでるその白鷺っていう駅まあ中門とか有名でしょその近辺なんですけど、えー、そこからですね堺、えー、駅っていうのもまあまあ距離あるんです同じ堺でも堺広いんでね、あのー、まあまあ距離あるんですよそれに、えー、バイクに乗りまして 堺駅に行って、えーまあ、堺駅でこの、今この朝早い、三崎公園、朝早いんでね、なかなかこの、えー、商業施設のね駐車場にバイク止めたらええわーって、えー、思ってたんですけども、えー、なかなかその商業施設がですね、あのプラットプラットと,とか、えー、知ってます、えー、そんなんがあるんですけどね、それがまだ空いてないんですよね、時間的に。 だからこのバイク置き場難民になりまして、えー、やばいやばい、もう遅刻するでいうぐらいバイク止めるとこ,ところがないんですね、えー。まあだからちょっとね、あるいいところを見つけたんで、そこに止めて、えー、今、えー、堺駅から、うん、あのー、サザンに乗りまして、 えー、サザン言うても指定席とかそんなの出してくれませんよ。えー、あのサザンの一番後ろの席が自由席なんでね、そこで、えー、乗りまして、で、三崎公園まで。まあでも、それやと、一番その僕にとっては、時間がね、えー、まだ早押もう、あのお化け屋敷の、ね、ことを思ったらだいぶ楽ですよ。あのー だいぶ楽な闇営業ですよ。<laughs> ほんま。ね <coughs> あれは、京都は、えー、遠かった。<laughs> ねえー、それに比べたら、その、三崎公園、三崎公園はまあまあその、えーね、大阪のまあまあ言うたら白崎という、まあまあ南部っちゃ南部ですよね。に住んでる僕らからしたら、まだ行きやすいね、えー、とこですね。だけども、その、 なんて言うんですか。お客さんがですね。あの <laughs> いや、闇営業ですよ。だから闇営業ちゃうっちゅうね。普通のちゃんとした仕事ですけど、あの、お客さんがね、えー、来ない、<laughs> 来ないんですよね。来ない言うてね。えー、ほんまにその、あの、キッザニアとかね、知ってますあの、そのなん,かなんかアメリカで流行ってるらしいんですよ。 らしいんですよっていう情報しか知りませんけど、その、まあ、4歳児、5歳児、まあ、小学校行くまでのコーラかな。それぐらいのコーラが一番喜ぶ施設になってるんですね。職業体験言うても、そんな、ね、ただ、あの、ペダルでこいだら動くクレーンとかね、そんなんで、こう、えー、なんやろねあの、レゴブロックみたいな大きいやつをこう、つり上げてね、 えー、またペダルをこいでそのクレーンを動かしてとかその荷物を違う、えーね、おもちゃのトラックに運んでいくとかそういうことができたりとかあとそのトンカチみたいなんでね、えー、あの安全な釘をコンコンコンってするような、えー、とこがあったりとか、うん、あと、えー、あのピタゴラスイッチってあったでしょ。あの ピタゴラスイッチでそのね自分でこうレールを組み立ててね、ボールを転がして、その自分で作ったレールの上をどんだけ向こうの方までその球が転がっていくねみたいなのをね、自分でこうパ,パズルのようなレ,レールでこう組み合わせて楽しめたりとか、まあまあ、ほんまにその年齢の子らからしたら本当にパラダイスやろないうぐらい。 面白いね、あともうなんやふ絶対あ頭がゴチーンって当たってもね全然痛くないようなあのー、ね発泡スチロールまでは行けへんけどもうちょっと丈夫な感じのでっかい積み木ねその積み木でこう家を作ったりとかあんなん僕らの子供の時なかったですからね、えー、それはたのほんまに楽しめるような施設にはなってるんですけども えー、まあそのね、三崎公園でキッザニアがあんまりこう浸透してないのか知らんけど、お客さんがほぼ来ないというね、<laughs> あの、うん、ね今、あの、結構、その、来てくれた方はね、ほんまに楽しんでくれてね、帰ってるんですよ、うん、あの、トンカチでね、あの、なんやろね。 まあ、子供ってでも、調子乗るからね。えー、今、あのう、いいよ、いいお母さんとかお父さんならもうやめときやとかね、言うんですけどね。もう、ああいうトンカチ握らしたらあれですね。子供も、なんか、あの、こう、なんやろね、近くにおる、でかいおっさん、なんかこいつ、なんか、 いらっしゃいませ、とか言うて、えー、お客さんですからね。えー、まあまあ、そのお父さん、お母さんとかにも、こう、笑顔でね、ヘコヘコ、ちょっとおかしいけど、いらっしゃい、いらっしゃい。もういろいろ好きなだけ遊んでくださいね。えー、お嬢ちゃん、これどうですかむちゃくちゃ面白いですよ。みたいな感じで、こう、まあ言うたら、ヘコヘコ見えるんでしょうね。 もう子供はトンカチ持ったら、あの、俺を襲ってきますからね。<laughs> 怖いわ。またそれをね、あの、止める両親やったらいいですよ。もうそんな、あかん、危ないってね、言うてくれるやったらいいけども、なんか、あれですからね、あの、止めへんかったりね、あとちょっとヤンキー的なお父さんは、あの、一緒になってトンカチで俺を襲ってきたりとか。 この前びっくりした、ボールをぶつけて、俺に向かって投げてくるね。<laughs> いや、もうえ、おかしい、ね。この、この家族おかしいやんとか思いながらね。<laughs> まあまあ、でも、まあまあ、でもそれも、あの、ね、えー、まあまあ、楽しんでいただけたらいいんですけどね。えー、まあまあ、あの、そういう、えー、闇営業といいますかね、うん。あの、ピエロ的な。 ええー、まあ言うたら、その、ね、ええー、子供を来てくれたお子さんに、次は、えー、ここでも、まあまあ、このボールは、なんやろうね、その、下から、その、空気がぶわーって出て,てね、その空気が出てる筒みたいなところにね、ボールをこう、ふわって浮かしたら、なんていうんですか、ふわーってこう、同じ定位置で浮いてる状態を保つんですね。 な、だこれ不思議やねとかいうのを、こう、ピエロじゃないけども、こうなんやろね、こう、不思議だねとか言うて、こう、あの、興味持たすみたいな、そういう仕事っちゃ仕事なんですよね。 なあ、まあ、こっちが、下手に出てね <laughs>。下手に出て、この、不思議なね、ボール浮いてるね。僕、とか、こうね。なんでだろうね。言うら、今の子供冷めてますね。知るか、言うて、電気やろーとか言うてね。あの、そのボールを俺にぶつけてきますからね。ほんまあ。

三崎キッチンで、えー、土日限定のシラス丼食べさせたろかとかね。こう <laughs>。これはあの意味わかる人にはわかるんですけどね。<laughs> <あの笑>えー、そういうこととかをこうね、えー、思ったりもするわけですけど。まあまあまあ、でも楽しい楽しい。えー、本当にね、えーあのー、もうちょっとね、お客さん来てくれたら、あのー すごくやりがいがあるなぁと思っておるんですけども。うん。えぇ、ー、<laughs> ね。あぁ、ね、まあまあね、全然話がちょっと、先逸それたんですけど、まあまあ、その釜ヶ崎ソニック、うん、あのー、<laughs> ね、おでんとか広げてね、食べれてよかったんですけども、で出てくる、その、えー、ミュージシャンとかもね、えー、目につく人たちがいまして、うん、あのー、 もう多分ね、60近い、まあまあ50代でしょうけど、60歳に近い50代ぐらいのね、スリーピースバンドで3人組のおっさんなんですけど、なんか福井から来たあうでね、シネマキャブレターズいうね、めっちゃなんか、かっこええ名前のね、バンド名のおっさんらの3人組のバンドがいきなり、 えー、演奏し始めまして。うん、それがまためっちゃかっこよくて、なんていうんですかね。えー、ミッシェルガンエレファントとかね。そういう、あの、ガレージパンク系の音を出すんですね。えー、これがかっこよくてですね。もう俺、俺、思わずもう、最初のジャーン、ジャガイガーンってなった瞬間に僕立ち上がってまして、えー、目のあ、ね、舞台の前まで行って、もう、えー、ね、えー ノリノリで、もう後からね、あれをこう、あの、またやらしい僕がね、えー、こんなデブデブのおっさんがね、ノリノリで乗ってるところをね、こう、鼻毛のおっちゃんはこう撮るんですね、この動画で。で、それをこう拡散してね、えー、デブを乗っ取るわ、言うてね、<laughs> もう、そういう、そういうののやり合いですから、もう。 俺は俺,俺でね、今、歯入れとるんですけどね、歯入れる前の歯が、ね、あのボロボロやった頃のおっちゃんの、ね、写真をツイッターに上げてね、歯が台風で飛んでいきました、<laughs> でね、そんな、えー、やいやいをしとるわけですよ。ねえー、で、最後、トリを取ったのが町こけさんって言ってね、えー、西成の歌姫って言われてる。あのー えー、シンガーさんなんですけども、えー、またうまい独特のなんていうんですかね、えー、なんていうんですか常年といいますか魂の西成のおっちゃんらのことをこう、えー、あ歌った曲が多いんですけども、えー、そういうのとかをね聞きながら、えー、ああいいなとでもすごく盛り上がったんですけど、ね、僕はまあまあこれ褒めんの家やけどその日のね あのガヶ崎ソニックの、こう、なんか盛り上がるように、まあ台風とかね、12日中止になったから、まあ言うたら、えー、そんな盛り上がってええんかな、みたいな空気がちょっとあったんですよね。えー、み,み,み、結構この司会の、まあちこケさんが司会してたんですけど、あのー、台風のね、えー、こととかをちょっと気にしながらも、えー、結構言葉選びながら、えー、ね、えー、ちょっと、 司会してはって、ああ、結構ね、僕も同じ、もし、もし司会してるならば、その辺一応ね、えー、西成りやからって気ぃ使んでもええやんとか思いながらも、一応はこう、えー、ね、やっぱりこう、釜ヶ崎とか出稼ぎに来て、そこから居ついた、えー、ね、居ついたってうか、いてはる人たちも多いからね、やっぱりこう、故郷のこととかをこう心配するならば、 ねえやっぱりこう千葉とかやっぱり関東今回は台風の影響すごかったからやっぱりその辺のこととかをね、えー、気使って物言わなあかんなみたいながやっぱ司会する立場となったらやっぱりこう出てきてしまいますよね。えー、そんなちょっとこうちょっとなんやろね,のねいつものカマソギとは違う ちょっとだけピリッとした空気をね、あの花毛のババアがね、えらく盛り上げたんですよね。これはちょっと自分の弟子ながら、ちょっとね、あっぱれ、あっぱれってね、あのー、ちょっとあの萩 <laughs> <あれ> <laughs> 本さんみたいな感じでね、えー、あ,あっぱれをあ,れあげますけども、あのー、カーツーってふだん、あのー、はカーツーばっかりですよ。うん、でも、あのー、あのね、えー あの、なん,ていうんですか。ええー、ののの、ええー、のど自慢の、のど自慢の時間があってね。ええー、飛び入りですよ。まあ、言う、言うたら飛び入りで、ほんで生バンドでね。うん、で。 えー、ろくでなしってね、また鎌ヶ崎三角公園でろくでなしっていうタイトルが映える、映える。ろ <laughs> くでなしで。ね、古いこの酒場で言うてこう、あのババアがね、歌い出しやがってね、ほんだらなんか結構、まあまあ盛り上がったんですね。えー、ねで、あの、 ままあまあその,の,のど自慢のイベント始まる3番目かなんかでね、えー、ババあが出てきて、えー、それ歌って、結構その、だから、あれで結構ね、バあが盛り上がって、あ盛り上がってもええんやという空気で、えー、こうなんやろねし、進行していったから、あれはちょっとパッとこうね、明るくなりましたよね。うん、えー でまあまあ、えー、最後はチこけさんがね、えー、そのいい感じのそのね鎌ヶ崎のおっちゃんらをね、えー、こう見事に歌い上げる歌をね、えー、歌って、えー、盛り上げて、えー、今年のね鎌ヶ崎ソニックも終了したと。 やっぱりこうあの音楽だけのイベントだからね、一瞬ちょっとつま,、うん、まらんかなとか思うんですけど、こうあのー、空気感が、ね、やっぱり良くて、ね、見に来てる人たちも独特で、ですねもうあの <laughs> 言ってええんかなもう、見に来てる観客の8割がタトゥー入ってますね。<laughs> もう,もうどんだけ多いねんみたいなね、えー、まあでもまあまあそういう,もう時代やからねだからあの外国人の方もたくさん多くてね、えー、すごくあの友達のガイっていうね、えーうん、外国人も楽しんでましたしね、うんうん、まああんまりそのね日本語ペラペラやいうてもどこで結構ガイ が近くに座ってたんで、ガイはね、まあ、その、イギリス人ですよ。えー、どの辺がこう、笑いの壺なんかな、思て、えー、ね、よう、僕、今回ちょっとガイをずっと観察しとったんですけどね。やっぱりこう、あの、えー、噛んだりとか、あの、喉、喉自慢で、おっちゃんらが歌詞忘れて、あわあわしてるとか、そういうふうなんていうんですかね。え <laughs> あのー、 典型的なそのま間違いでやっぱりこう笑いますよね。えー、ああいう間違いで笑うのはあれですね。あのー、なんであれですね。国とか関係なくあのー、もう面白いんですね。あれはね。うん。 ジャッキー・チェイの映画でも、あの、最後のね、まあもちろん本編ももちろん面白くて、良、えー、よかったな。最後の楽しみに、最後のエンドクレジットが流れるときに、えー、絶対この、なんていうんですかね、あのー、その、失敗したね。 えー、NG の出した時の、えー、シーンをこう、バーっとこう入れてくれるんですよね。それ、ああ、ここで間違ったわ、ジャッキーチェーンここで間違ってるわ、みたいな感じで、えー、失敗してるわ、みたいな感じでね、結構楽しんで笑えたりするんですけども、やっぱりこう、万国共通でね、えー、人が、えー、緊張して間違えるっていうのがやっぱり面白いんですよね。えー そこは、すごいなと。もう、これはもう、外人とかね、えーに、関係なく笑えるんだなぁと。うん。思っておりますよ。っていうことはね、やっぱりこう、今僕が可愛がってる森春っていうのはね、えー、間違いだらけのやつなんでね、えー そとかあと、まあまあ、花毛のおばちゃんとかもね、えー、その、まあまあ、言うたら僕の弟子は、えー、間違いだらけのやつらばっかりなんでね、あの、えー、ひょっとしたらこう、世界の方がウケるんかな、<laughs> とか思ったりね、えー、してる、えー、次第でございますよ。<laughs> ね、えー、本日も、ああ、6時55分、ああ、いい感じでね。 えー、あ、そうそう、んで、あのー、あ、十六分か、えー。あ、今日も、えー、ね、始まりも、オールサンミュージックのメンバーがわーって来てくれました。ね。<laughs> 今週も生放送ですねこの後ね、引き続き聴いてくださいね。 えー、あそうそうそう今週はね僕の,そのファンでね花形君っていう男の子がいるんですけどもね、えー、なんかすごく古着が好きであの古着のファッション的にすごく合う子でね めちゃくちゃ大量の古着をもらったんですけど、花形くんはね、すごく痩せててシュッとしてる体型なんでね、これ僕着なくなったから、ジャックさん舞台で来てください言うてね、結構高いデッドストックとかのいろんな古着をね、くれるんですけどね、ありがたいんですけどね。 僕入らないんですよ。ごめん、花形くん。えー、きつい。ねだからちょっと僕、花形くんにね、せっかくプレゼントしてもらった古着を着れる体型になるために、今ちょっとご飯をね、えー、あの、量を減らしています、えー。先週より2キロ落ちましたから、えー、ね、ちょっとね、このまま続けてみたいと思います。 ということで、えー、この後、オールサンミュージック聴いてください。本日もありがとうございました。山田ジャックでした。お疲れ様です。